賞賛の成果最高すぎる。聖配信アカペラで聴く者の,の心を包み込む。その歌声に込められた感情が心に響く。トゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブ。平野翔は、アイドルとしての魅力だけでなく、歌手としての才能も兼ね備えた存在だ。彼の聖配信でのアカペラパフォーマンスは、その才能を余すところなく示した瞬間であり、SNS やファンの間で大きな話題を呼んでいる。 特に、緊急性配信、トゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブでの一幕は、彼の歌声の美しさとその自然な表現力に多くの視聴者が魅了された。平野翔がカメラの前で自然体で歌い出す瞬間、その場の空気が一変し、まるで時間が止まったかのような感覚に包まれる。これは、単に音楽の技術に優れているからではなく、彼が持つ特別なオーラとその温かい人柄が視聴者に伝わったからだろう。 聖歌賞は多くのアーティストにとって難題であり、特にアカペラでのパフォーマンスは歌手の実力がそのまま露呈される。音響設備や音楽のサポートがない中で、声だけで感情を伝えることは容易ではない。それでも平野賞は全く緊張することなく、むしろ楽しんでいるかのように歌い、彼の透き通った声が画面越しに響いた。彼の表情には自然な笑顔と自信があり、聴く者の,の心を一瞬でつかんだ。 その瞬間、彼のファンだけでなく、共演者やスタッフまでもが彼の才能に感嘆し、称賛の声を上げたという。特に、同じ事務所に所属するメンバーも平野翔のパフォーマンスに驚きを隠せず、彼の歌声に感動し、拍手を送っていたというエピソードも多く報告されている。平野翔は、単に外見の美しさだけでなく、その内面から溢れる才能と努力によって築き上げられた存在だ。彼の魅力は、 歌手としてのスキルはもちろん、表現者としての深い感性にもある。彼の声は、時に繊細でありながらも力強く、感情をダイレクトに伝えることができる。それは、まるで聞くものに寄り添い、心の奥深くに触れるかのような感覚だ。そのため、彼が歌うたびに多くの人が彼の声に引き込まれ、自然と涙を流すことも少なくない。平野章の聖歌賞が特別な理由の一つは、 彼が音楽そのものを深く愛し、心から楽しんでいるからだろう。彼はインタビューで音楽への情熱を何度も語っており、歌うことが自分にとっての解放であり、リラックスする時間でもあると述べている。そんな彼の姿勢は、パフォーマンスにも如実に現れており、ステージ上での彼はいつも生き生きとしていて、観客とともにその瞬間を共有しているように見える。また、彼の歌唱に対する姿勢には、 完璧さを追求するプロフェッショナリズムとともにリラックスした自然体の一面も感じられる。特に今回の性配信でのアカペラは、準備された演出ではなく、まさにその場で思いついて歌い出したものであった。そんな無計画な状況でも、彼は一切の不安を感じさせず、むしろその瞬間を楽しんでいるように見えた。彼のこのリラックスした姿勢こそが、ファンにとって魅力的であり、 彼をさらにに特別な存在にしている平野翔のプロデューサーとしての一面も今回の正配信で垣間見ることができた。彼は自身のパフォーマンスだけでなく、全体の演出やディレクションにも深く関わっており、その緻密な計算と大胆な決断がファンを魅了している。SNS 上でも、彼の指揮下で行われた今回のライブ配信について、多くの称賛の声が上がっており、 まるでムチと飴を使い分けるかのような彼の演出スタイルが話題となった。甘く優しい一面を見せながらも、急に鋭い判断で状況を切り替えるそのバランス感覚は、まさに彼がプロフェッショナルとしての道を極めている証拠だ。こうしたプロデューサー的な視点を持ちながらも、平野翔は常にファンとの距離を大切にしている。今回の性配信でも、彼は視聴者と直接対話するかのように親しみやすいトーンで話しかけ、 時折ジョークを交えながら、ファンとの絆を深めていた。その一方で、突然歌い出すなど、予測不可能な展開を織り交ぜ、ファンを驚かせる場面も多く見られた。彼のこうした柔軟なスタイルは、まさにライブ配信ならではの魅力であり、録画されたパフォーマンスでは味わえない一体感を生み出している。平野翔の聖歌賞がこれほど多くの人々を感動させる理由の一つは、 彼がその場ににいいるるすべててのの人々にポジティブなエネルギーを届けているからだろう彼の笑顔やキラキラと輝く目は、見ているだけで元気をもらえると評判だ。ファンだけでなく、共演者やスタッフ、さらには家族に至るまで、彼の周囲にいるすべての人が彼の明るさと優しさに触れて癒されているという。こうした彼の人柄が、歌唱にもそのまま反映されており、彼の声を聞くことで心が温かくなると多くのファンが語っている。 しかし、平野翔の歌声の魅力はそれだけではない。彼の声は非常にクリアで透き通っており、まるで、天然水のようだ、と SNS 上で例えられることも少なくない。その声は、どんな楽曲にもマッチし、ジャンルを問わずさまざまな音楽スタイルを自由自在に歌いこなすことができる。特にアカペラでのパフォーマンスは、彼の歌唱力を最大限に引き出し、その透明感と力強さが際立つ場面となる。 まさに今回の聖配信でも、彼のアカペラがファンを魅了し、多くの人がその瞬間に、声に落ちたと SNS に投稿している。また、彼の歌声には、単に美しいだけでなく、聴く者の,の心を癒す力があると多くの人が感じている。特に、忙しい日常の中で疲れた心に寄り添い、安らぎを与えてくれる彼の声は、多くのファンにとっての心の栄養となっている。実際に 平野翔の歌声を聴いて元気を取り戻したというエピソードも数多く報告されており、彼が多くの人々にとって癒しの存在であることは間違いない。彼の歌声を聴いた一部のファンは、まるで天使の声だ、と形容しており、そのピュアさと温かさに心を奪われたと語っている。特に今回の聖配信でのアカペラは、その無垢で澄み切った歌声が多くの人々の心を打ち、その美しさに圧倒されたという声が多く上がっている。 しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がる。なぜ平野紫の歌声はこれほどまでに多くの人々を引きつけるのだろうか。それは、単に彼の技術が優れているからではなく、彼が音楽を通じて心から感情を表現し、それを聴く者に伝えることができるからではないだろうか。彼の歌唱は、技術的な完璧さを超えて、感情的な深さと真実味を持っている。それは、 彼自身が人生で経験した喜びや悲しみ、苦しみを通じて培われたものであり、彼の歌声にはその全てが詰まっているのだろう。平野章の歌声に触れることで、多くの人々が自分自身の感情と向き合い、時には涙を流すことさえある。それは、彼の歌声が単なる音楽ではなく、一種の心の言葉として機能しているからではないだろうか。平野章の歌声が心の言葉として機能する理由は、 その声にに込められた真摯な感情表現にある彼が歌うたびに彼自身の思いや経験が声の中に自然と溶け込んでおりそれが聴く者に強く伝わるのだ彼の歌声は聴いている人々に安心感を与えるだけでなく共感や癒しをもたらす存在となっている彼のファンだけでなく音楽業界の専門家からも彼の歌唱力は高く評価されておりこれまで彼が歩んできた道のりがいかに深いものであったかを感じさせる 平野翔が歌うとき、そこには一切の偽りがなく、すべてが自然体だ。その真摯な姿勢こそが、彼の歌声を特別なものにしている。例えば、彼が以前に語ったインタビューでは、音楽に対するアプローチが他の活動とは異なり、より内政的で個人的なものだと述べていた。歌うことは彼にとって、自分自身を解放し、感情を整理する手段でもあるという。そのため、 彼の歌声には内側からの強いエネルギーが込められており、それが聴く者に深い影響を与えるのだ。そして、彼がアカペラで歌うとき、その効果はさらに増幅される。楽器やバックトラックがなく、ただ彼の声だけが響く空間は、まるで彼の心の内側を直接覗き見るかのような感覚をもたらす。特に今回の聖配信でのアカペラは、そのリアルタイム性も相まって、 ファンにとって非常に強烈な印象を残した瞬間となった。彼がカメラの前で何気なく歌い出した瞬間、観客は彼の自然体の魅力と、無防備な表現力に心を奪われたのだ。聖配信の後、SNS には彼の歌声に対する称賛の声があふれ、多くのファンが彼のパフォーマンスを、まるで奇跡の瞬間のようだった、と称賛した。彼の透き通るような歌声に溶け込むような感覚を味わったファンたちは、 その声を「まるで天使の声天然水のように純粋で澄んでいる」と形容した。このように平野翔の歌声は単に聴覚的な美しさだけでなく視覚的にも精神的にもファンに深い感動を与えているのだ。